中村時博知事に愛媛県のことについていろいろ伺う番組1さんに聞く愛族に笑顔あふれる愛媛県の実現に向けたさまざまな施策や取り組みについてわかりやすくお話しいただきます中村知事どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします今回お話しいただくテーマは未来の愛媛をつくろう愛媛県が求める人材とはについてです 皆さんは公務員にどんなイメージを持っているでしょうか、また、県の仕事や職業としての県職員について考えてみたことはあるでしょうか愛媛県庁では今、中村知事を先頭に、県民の安全・安心を守る防災・減災対策や、県内への移住促進といった人口減少対策。 積極的な営業活動などによる地域経済の活性化をはじめ、医療福祉の充実やサイクリングを切り、口とした観光振興など、さまざまな事業に取り組んでいます。今月はこれら様々な取り組みを支え、動かしている県庁職員にスポットを当て、県が求める人材についてじっくりとお話しいただきます。 一言で県の仕事といってもさまざまな分野があり働いている方の職種もいろいろだと思うんですがまず全体像から申し上げますとあの一般の行政事務この中には事務職員もいれば土木であるとかいろんな研究施設であるとかこういった技術系の職員もいるんですがこれは大体全体で3800人それからあの会計も別になってるんですけども。 県立病院であるとかあるいは水の管理であるとかこうした企業体ですね公営企業と言ってますけれどもこの関係者が2,000人そのほかにも県民の安全安心を守る警察職員これが2,800人それから未来を担う子どもたちを育てる教職員こちらが1万2,000人、まあ、全体で約2万人という。 帯なんですすねそう聞くとすごい希望です、ね、そうですすねねそう希望的には非常に大きいですね皆さん公務員っていうとですねうん昔は、まあんまりいい例えではないですけど遅れれずずず休まず働かずなんんて言われたことあるんですねでそのイメージっていうのは決められた仕事を、えー、きっちりと行う、えーまあ、新しいことはそんなにやらないもう決まったことをともかくきっちりとこなすという、えー、しかもデスクワーク中心と。 いいうううイメージががああるかもしれまませせんん、えー、そういう職場ではありませんもうともかくアグレッシブにですね、えー、果敢にチャレンジをしていく、えー、そういう時代に入ってきましたんで、えー、公務員そのものの役割を変えていかないとお、まあ、時代を乗り越えることのできない環境になってきましたんで、えー、非常にあのそういう意味では意識改革組織改革も含めて、えー、大きく様変わりしていると。 いうふうに思っていただいた方が間違いないと思います。はい、やっぱりなんとなくこう公務員というとイコール安定ですとか、うん、決められた仕事をやっているみたいなイメージがあった。うん、どうしてあったんでしょうか。そうですね。あのまあ確かに昔はですね、あの地方自治体、まあ日本という国自治体がですね、配、え、線、ー、で。 何もかもか失って限られた財源を使いながら全国あまねく社会基盤を整備するというのが当初の目標でしたんでえま効率よく同じことをやるっていう風な仕組みを作ったんですねこれは中央集権中央で何もかも決めてそれに従うと実行部隊というような状況だったんですよ。ですからあの一言で言うとメニュー選択型行政マン。 これがその正体だったと思います、はい、国にです、ね、いろんな省庁がありますよねそこでいろんな分野の政策を作ってメニューが送られてくるで地域によっては人口規模や産業構造や地理的条件も違いますからそれぞれの地域に合ったものをメニューの中からチョイスして。 選んで実行すると、はいえー、ですから決められた仕事をしっかりこなすっていう<ー>、えー、そういうイメージが定着していたと思うんですね。はい、ですから実際当時はですね、えーまあ、現在は全国に1,800ぐらいの市町村がありますで都道府県が47と、えー、市町村で自分たちの裁量でできる仕事が45%ぐらいで都道府県が20%ぐらいって言われてたんですね。でこれを重平均にするととが自主裁量権と とといいううことでで割自治という言葉が生まれてたんです、はい、今はもう財政事情を国がもう極度に悪化してますからもう地方の政策メニューを考える余力がないとだから地方は地方でやってくださいこれ地方文献です、はい、一方地方は本来の地域の魅力っていうのはそれぞれのオリジナリティあふれた歴史や文化や自然にあるわけですよね。 でこれを活かさないと魅力的な地域づくりできないんだけどもメニュー選択型行政の中では金太郎飴みたいな施策展開しかできなかったんですよ、はい、個性が活かせなかったんですねだから国の方は前向き国の方は財政事情という後ろ向きな考え方から地方に権限財源を地方の方は自分たちの魅力ある街を作りたいという前向きな発想から地方に権限財源を あの動機は全く異なっんんでで、はい、ですす、ねはい、も方向一緒だた徐々に徐々に地方分権は進み始めてるんですが国はまだ肝心な権限財源を手放そうとしないんですね、はい、ですからまだまだこれは2合目3合目だと思いますがこの流れは止めることができないんでメニュー選択型行政ではもうだめだと何に変わるべきか政策立案型の行政体に変わらなきゃいけない自分で考えて自分で政策を作って。 自分たちで実施するという要請案が今求められていますので職場環境も大幅に変わったと変わらざるを得ないというふうな状況になっています、はいはい、それでは愛媛県が求める人材というのはどんんなな人材になるんでしょうかまあ一概には言えないんですけども例えば愛媛県の場合はさっき申し上げたように独自の政策をどんどんやりますからまあ自転車振興もそうですし営業部隊もそうですしえまあその中でですね えー、県が生き残っていくためには地域にある魅力をどん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 外に向かってある地域の中で、えー、物事を考えた場合そこが発展するためにはその地域内にあるものやあー、まあ、サービスを外に向かって売って稼いで活性化する。 これ一つの方法ですね、はい、もう一つの方法は外から人に来ていただいて消費を通じて稼いで活性化するとこの二つしかないんですよ。はい、ですからあの愛媛県を常に PR しないといけない、えー、場合によっては販路を作っていかなきゃいけないという立場に立ちますので、えー、どの職種であれ、まあ、もちろん専門職はあるんですがその専門職だけを昔はやってりゃよかったんだけどもお常に 愛媛県の営業マンたれという号令をかけてます、はい、ですからもう本当にアグレッシブに外にも出るいろんな人たちにもネットワークを広げるっていうのを個々の職員が行って愛媛県全体のことをひ薄く広く一つに浅くというふうな感覚で身につけていただいて常に全員で PR していくっていう環境を作らないと生き残れないというふうに思ってます。はい そう聞きますと本当に常に自分で考えて積極的に行動していくというようなそ,うで、ね、その姿勢が求められますね。はい、それともう一つはかつてはあの、うん、年功序列ということまも、あ、公務員の世界というのは当てはまったと思うんですがあ申し訳ないですけど愛媛県庁はもうそういう仕組みではありません。ないいいんでですすすかか、はい、民間に近い、えー、システム変変更更を行ってますあの、まあ、制度変更ですねね例えば、えー、課長とか、ね えー、まあ、その上の管理職と呼ばれるカテゴリーですねここは昔だったら年功序列で待っていれば、はい、まあだいたいある程度上がっていけたんですが今は上がれません管理職になる方はまずはやりたいと、はい、自分たちで意思表示をして手を挙げていただきます、はい、でそこから、えー、課長承認試験制度というのを導入してますので、えー、チャレンジをしてそれを突破していただかない限り 管理職のポジ,ポジションににはつけなないいという仕組みになって例えば、ー、一次試験二次試験あるんですけども1次、まあ、はの外の目で見ていただいてテーマごとに論文を書いていただいてどんな発想を持っているかっていうのを確認させていただく2次試験っていうのは、えー、受験者1人に対して5人の目で、えー、徹底的に面接をして、はい、課長になって「あなたは何をしたいんですか?」と「どんな思いを持ってるんですか?」 人そんなことをどん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 やり取りしながら管理職足りうる人材かどうかっていうのを把握して合否が決まっていくと。だいたいまあ毎年300何十人3 2二三0人受けて通る方が40人ぐらいですね非常に厳しい、はい、世界なんであの遅れず休まず働かず決められたことをやればいい年功序列という考えで 公務員を見つめていいいいいるる方方はは愛媛県だけは受け受なながいいと思います <laughs> なるほど本当にもう聞けば聞くほどイメージが違ってきているんですが、ね、今回のこの知事のお話を聞いてもっと県職員について知りたいと思った方も多いと思うんですが、はい、そういった県職員のお話を聞く機会というのはあるんでしょうか、はいまあ、いろんな形であのセミナーのようなものを開催してですね えー、県の職員職場っていうのはどういうものなのか僕もあの行くようにしてますで今みたいな話をして、えー、さらに各部局ごとのブースがあってですねそこに現役で頑張っている若手職員が自分の部署ではこういうことやってますっていうのをどん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 紹介していくで来られた方はいくつかのブース回れるようなあ仕組みのですね えーまあ、事前のセミナーみたいなのも行ってますので、はいえー、ぜひ扉を叩いていただきたいなというふうに思います、はい、実際にその研修会を目指している方ですとかそういうセミナーに参加しての声というのはいかかがでしょうかこれだけ変わってますからあのそれなりに理解が進むんじゃないかなとだからさっき言った古いイメージで、えー、扉を叩こうとしていた方はあこれはちょっと無理かもしれないあるいはこういうんだったらぜひやりたいあのそういう材料にはなっていくと思うんですね。 はい、それでは最後にですね愛媛県職員を目指そうと考えている方へのメッセージをお願いします、はい、あの先ほど申し上げたですねメニュー選択型行政から政策立案型行政に変わらざるを得ないその中で愛媛県が共通ししてて意識をを変えるという運動を起こしています非常に分かりやすい意識改革で5つの指針があるんですけどもまあ1つにはなぜできないかを考えるのではなく どううすればできるるかを常にに考える職員になってほしいということとこそれから、えー、まあ昔は減点主義といって失敗したら減点されるからあ新しいこともしない方がいい去年やったことと同じことをすればいいこういう意識だったんですね。それはもう全然変わってまして、はい、失敗を恐れるなと失敗も恐れずにやってくれとその代わり失敗しても隠したらだめよと。隠すすよりもどんどんん積極的に出す方が 怒られてもそれをエネルギーにして改善し成長につながるので失敗を隠すから失敗を積極的に報告する、はい、そしてあの自治体は潰れないと思われている方が多いと思うんですがもうそんな時代じゃないんですね北海道のある種は倒産しましたですから自治体に倒産はないから自治体に倒産はあり得るという意識改革これはコスト意識につながります。それかからら今情情報報化のの時代ですからこの情報が氾濫して 仕事面でも振り回されるんだからそれではだめなんだと情報に振り回されるんではなく情報を抽出して活用するスキルアップを常に図れるような意識を持ってほしいということそれからあの、まあ、日本の文化なんでしょうけど女将意識という言葉がありますが、はい、どうしても公務員というのはやってあげているという意識を持ってしまいがちなんですねあの許認可とかお願い事もありますからでそれでは県民の皆さんはついてこないと。 からやってあげるからやらせていただく一緒にやるという意識改革この5つは全員共通して持っていただきたいということを就任、えー、以来ずっと呼びかけて、えー、それを受け止められる人材にぜひ来てほしいと思っています、はい、本当にこの県でやれることもういろんな可能性があるんだなということを強く感じましたやりがいのある例えば営業ホームなんていうのはどこもやってなかったんですが。 あのさっき言ったように地域を元気づけるためにはわれわれもアクションを起こしてですねどんどん反応開拓をする県の信用力を持って中小企業や一次産業を後押しするというそういう時代に入ってきたので例えば営業部隊なんかは四半期ごとに何県訪問したか何回商談会開催したかその商談会でいくらの新規の制約額が上がったのかお手伝いができたのかそういうのもきっちりと数字で追っかけていく。だから まあ特に営業本部の職員は県庁ほとんどいないですね。ねどこ行ったのあこの前でしたシンガポール行ってきましたとかで世界一飛び回ってます。はあ、本当にもう限りない可能性が広がっている職場ということが、ねね、皆さん伝わったでしょうか。はい、今回は未来の愛媛を作ろう愛媛県が求める人材とはについてお話しいただきました中村知事どうもありがとうございました。